皆さんこんにちは、ポプラ社の寺田でございます。小倉です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここからのコーナー、2020年、図書館向けポプラ社新刊説明会として、新刊商品のご紹介をさせていただきます。本日ご紹介いたしますセットはデータの達人ヒョートグラフを使いこなせ日本遺産稲米ご飯大百科の3点です。それでは、データの達人ヒョートグラフを使いこなせの、紹介 VTR を約1分30秒でおまとめしております。こちらですね、今年度の、第22回学校図書館、出版賞を受賞したセットでございます。はい、皆様がですねご覧になっている、画面の下の方にですね Q&A マークっていうのが出てるかと思います。そちらからご質問をお受けいたします。VTR の再生中も皆様からのご質問どんどん送っていただければと思います。またですねこちらのご質問は匿名でお送り送信できますのでぜひそちらの方お願いしたいと思います。また一つお手数なんですが、ご質問の際には1行目にセット名を入れていただけたらと思います。こちらの方でどのセットに対しての質問かっていうのが分かりやすくなりますのですぐそのセットの、ご返事をお届けできるかと思います。VTR 終了後にですね皆様からのご質問に答える形で商品説明をさせていただきたいと思っております。いただいた質問はすべて担当編集者が目を通しましてご回答申し上げます。できる限り皆様方に正しい情報をお送りしたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは VTR スタート。皆さんこんにちは、ポプラ社の小倉と申します。本日私から紹介しますのはデータの達人全4巻セットです。このセットの特徴を4つ申し上げます。まず1点目、新学習指導要領算数の改定ポイントに対応しております。2点目、データを分析するための表やグラフの基本を解説しております。3点目、データを使った問題解決の疑似体験ができます。4点目、複数ジャンルの課題分析を掲載させていただいております。皆さん、統計やデータの活用の本を探しても、子どもさん向けのセットってなかなか見つからないことってありませんか？こちらのセット、データの達人をお買い求めいただければ、そんな問題も一挙に解決いたします。本体価格11,600円、どうぞ蔵書のご検討のほどよろしくお願い申し上げます。はい、VTR の方いかがだったでしょうか。早速ですね質問の方を、いただいておりますので、まず、読み上げさせていただきたいと思います。新学習指導要領の対応とあるのですが、具体的に指導要領はどういう点が新しくなったのですかという質問が来ております。はい、ありがとうございます。データの活用の領域が新設されまして、統計の内容が改善、充実しました。また、これまで中学1年生で勉強していた代表値をですね、小学校6年生で勉強というか指導することになっております。ここが大きいポイントかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。続いてもね、どんどん質問来ておりますので、読み上げさせていただきます。ありがとうございます。PPDAC を使って展開している、カタログで見たのですが PPDAC とは何ですかという質問でございます。はい、こちらはですね学習指導要領解説にあります統計的な探究プロセスということです。統計的な問題解決活動として問題計画、データ、分析、結論っていう風な段落からなります。はい、ありがとうございます。
続いてもね、どしどし、質問来ておりますので、算数の、新学習指導要領、の改定に対応とのことですが、他の教科でも、使えますかという質問でございます。はい、寺さん、ちょっと申し訳ないんですがですね、はいはいはい、こちら、はい、今のご質問にですね、答えられるのが、はいはい、3巻の26ページということで、はいはいはい、ちょっと、はい、3巻の26ページですね。はい、ちょっとごめんなさいね、はい、後ろに下げちゃいました。はい、こちらですね。はい、ありがとうございます。こちらですね、新学習指導要領にありますように、社会生活などいろいろなあの場面において必要なデータを収集し分析し、その傾向を踏まえて課題を解決したり意思決定をしたりすることが求められております。社会科や理科における資料の読み取りとかですね、あとあの国語のレポートなんかもですね、発表だけでなくアンケート集計によって、分析などあの学校生活ですね、いろんな場面場面であのデータの活用はこれからあの大切な必要なスキルになってくるかと思われます。はい、ありがとうございます。まだまだね、たくさん質問来ておりますので、ありがとうございます。文字とイラストや写真のバランスはどのくらいですかという質問ですね。詳しく見たいですということです。ありがとうございます。こちらもじゃあちょっとサンプルページというかですね、はい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 、まずあの寺さん、はい、3巻の6ページから7ページあたりを開いていただけますでしょうか。こんな感じですね。はい、はい、こちらでですね、まずあの基本的な解説っていうのをご紹介させてもらっております。で、寺さん、そのままですね、はいはいはい、16、17ページあたりをお願いしたいと思います。はい、どうですかね、こんな感じですね。はい、こちらでですね、問題解決方法の解説ということで、紹介ページさせてもらいました。あとですね、寺さん、すみません、はいはい、引き続き、はいはい、30ページと31ページをお願いできますか。はい、はい、ありがとうございます。こちらでですね、さまざまな分析や解説ということで、あのいろんなあのデータ分析 の, あのやり方をこの巻立てで紹介させてもらっております。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、続いてですね、はい、まだまだね、たくさん来ていますので、はい、ありがとうございます。はい、中学校で師をしています。この本の対象年齢は小学生が中心なのでしょうかという質問でございます。あ、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、ま、基本このデータの達人は、小学生向けに作らせていただきました。ただですね、これから、社会に出て必ずと言っていいほど必要なスキルになってくるかと思います。ぜひ、まあ、小学校を中心には作りましたけども、中学校でもご活用いただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当にね、どんどん来てるんですが時間だけ、ね、足りないよねこれね。第2期が出る予定はありますかということですが、ありがとうございます。はい、嬉しい質問ですね。本当ですね、本当に本当にありがたいです。はい、ありがたいです。現状ですね、まだ第2期の予定はございません。ただ皆様にですね、データの達人買っていただければひょっとしたら第2期刊行になるかもしれませんので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。多分ね、編集の方はね、作りたいと思ってると思うんですよね。そうですね、多分今の質問は編集にちょっと火をつけたんじゃないですかね、きっとね。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい、まだまだね、質問来てますので、続いてまいります。ありがとうございます。載っているグラフの種類を教えてくださいという質問でございました。はい、こちらですね、はい、大きく分けて6種類紹介させてもらっております。棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、帯グラフ、ドットプロット、これ散布図ですね。はい、あとヒストグラム、人口ピラミッド、以上、まあ、6点大まかな柱にはなっておりまして、これらの上記グラフを元にしました複合グラフというのも説明させてもらっております。またですね、コラム
のページもありまして、こちらの方ではまあ、時刻表なんかで よく使われておりますダイアグラムとかですね、あとレーダーチャートなんかもコラムの一つとして紹介させてもらっておりますんで、はい、ぜひご活用いただけたらと思います。あとちょっとね、僕は苦手なんですけど、関数のグラフ、うん、はい、こういったのも入れておりますので、幅広く対応できるかと思います、このセット。はい、はい、ありがとうございます。もう一つね、まだまだありますんでね、今後、1人1台端末が配られるということで、インターネットでデータを収集する、機会も増えてくるかなというふうに思いますが、そういった不明確なデータに対する注意点などの記載はありますかという。はい、そうですね、なかなか鋭いご質問ですね。ね、本当に本当に、はい、こちらですね、大きくは取り上げておりません。ただコラム程度にですね、インターネットを使ったデータ収集、あとどういったふうに活用するかっていうポイントは記載させてもらっております。多少お役に立てるのではないかなとは思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではですね、まあね、質問、受付の時間がね、まだまだ本当にたくさんいただいてるんですけれども、ここで、回答の時間は終了とさせていただきたいと思います。でここでですね、アンケートを取らせていただきたいと思います。皆様ね、ご覧になっている、画面にですね、アンケートが、表示されているかなというふうに思います。選択肢式になっていますので、どれか一つをお選びいただければというふうに思います。それでは、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、ここでですね、このアンケートの時間を使わせていただいて、ポプラリアの、ご案内をね、ポプラリア3班のご案内をさせていただきたいと思います。今年のですね、4月と7月に、学校、各学校様、それから公共図書館様の方にダイレクトメールで、パンフレット、の方をご案内させていただいているかなというふうに思いますが、改めて、来年2021年の11月に、ポプラリア3班を刊行させていただきます。何卒よろしくお願いいたします。はい、寺さん、はい、紹介している間にそろそろなんかアンケートの結果が出たようですね。はい、ちょっと今 ね、裏のスタッフの方がですね、そうですね、バタバタっとちょっとやってるんで、ちょっとお待ちくださいね。最終的な数字が今まとまりそうですね。そうですね、はい、期待でき、あ、はい、あ、来ましたね。はい、ありがとうございます。はい、アンケートの結果出ました。うん、購入済みが 9%、 9%、 検討中が 44%、 あと買おうかどうしようかなって考えてらっしゃるけどもまだ未定という方が、47% ということで、はい、まあね、50% を、ね、超えてますからね。そうですね、超えてますね。うん、はい、いや本当にありがとうございます。やっぱり第2期の希望が、ね、そうですね、あればこういう数になろうかなと。はい、でぜひぜひお願いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、では、次ですかね。はい、では次のね、商品の、ご案内に移らせていただきます。昨年、11月にですね、発売の方をさせていただきました、日本遺産でございます。このシリーズもですね、1分30秒程度で、VTR を、作らせていただいております。そちらをまず、ね、ご覧になっていただいて、その間に、皆様からの、ご質問を、また受けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは VTR スタート。こんにちは、ポプラ社の寺田でございます。この度は図書館マルシェのご参加誠にありがとうございます。私の方から昨年11月に発売をされました日本遺産についてご案内をさせていただきます。皆さんは日本遺産についてどのくらいご存知でしょうか。2016年文化庁で登録を開始して、今年度の登録で104箇所遺産として登録されております。この度ポプラ社では昨年までの83箇所
日本遺産を掲載した商品を学校図書館用に発売させていただきました。2020年指導要領改定に伴う教科書改定により小学校の社会科の教科書にも取り上げられたことから、今年度から小学校の授業でも日本遺産を学習する機会が増えるかと思います。全2巻16,000円で絶賛発売中でございます。学校の図書館様でぜひ蔵書を検討されてください。また来年度4月には今年度登録された分を掲載した第3巻目も発売予定でございます。合わせての蔵書検討をよろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。はい、日本遺産もですね、もう早速寺さん、はい、質問入ってきてます。おー、ありがたいですね。ありがたいですね。やっぱりこうやってね、すぐにも、質問いただけると本当に嬉しい限りです。まずじゃあ一つ目の質問、はい、行かせていただきます。日本遺産って何ですか、世界遺産とは違うんですかっていうご質問です。そちらの方ですね。そうですね、日本遺産と世界遺産の違いということで、世界遺産は、人類の文化や、地球の自然を、守り引き継いでいくためにユネスコが、採択された日本遺産条約に基づいて登録されている国際的な遺産でございます。日本遺産はですね、日本各地の文化や伝統文化を通じて地域の活性化を図るために日本の文化庁が認定するものというふうなことでございます。それぞれ地域に残る有形無形の文化財、それから歴史的な経緯や地域に受け継がれた伝承風習などストーリー仕立てでパッケージ化したもの、これが日本遺産になるということでございます。はい、ありがとうございます。続々とですね、はい、質問に対して今一生懸命回答が来て、あ、上がってきました。はい、次いきますね。はい、中国地区から見ています。これおそらくチャイナの中国じゃなくて日本の中国地区ですね。それはそうだよね。ですね、それは普通そう。中国地区からこの、ポップライブ、図書館マルシェ見ているという、方からですね、中国エリアの日本遺産を教えてくださいということで、はい、来ております。あ、そうですね、早速ね、今編集の方が、回答を作ってます。あ、それではですね、小倉さん、はい、大変申し訳ないんですが、はい、1巻目のですね、1巻目、はい、78ページから、少しページ2つ折りぐらいちょっとペラペラってめくってもらいます。78ですね、はい、78ページですね。78、はい、はい、お待たせいたしました。はい、はい、こちらですね、ストーリー13ということで、ツアの今昔、百鬼図を歩くというふうな、こちら、項目になっております。その他にもですね、18件、掲載されておりまして、ここでね、パッと答えるのは難しいんですけれども、文化庁のですね、日本遺産ポータルサイト、チャットに、URL を、ね、書き込んでおりますので、そちらを、ぜひご覧になっていただいて、こちらにあるもの、1巻目、2巻目、それぞれ、先ほど18巻、ね、18件と言いましたけど、それぞれ9件ずつ、中国地区の、日本遺産が、入っておりますので、また、今年度ですね、新たに、登録されました、日本遺産にも、中国地区入っておりまして、島根県が2件、それから岡山県が1件ということで、来年度のね、その新刊に掲載を予定させていただいております。はい、はい、ありがとうございます。私が本持ってる間もですね、続々と質問に対する回答が入ってきてるんですが、はい、あ、これ準備整いました。はい、はい、日本遺産は毎年登録が増えていくかと思います。うんうんうん、今後の情報の更新方法については、あ、はい、ポプラ社さんはどのようにフォローすることになってるんでしょうかということですね。はい、いや、ありがとうございます。実はですね、この日本遺産なんですけれども、2016年から、一応ね、日本遺産の登録が始まりまして、一応今年度、登録で100件を超えた
というふうなことでですね、一旦、この認定文については、終了というふうなアナウンスを、が、文化庁の方から出ております。で、その、今回ね、今年度登録されました、ものに関しましては、先ほどちょっとお話しさせていただいたように来年度、新刊として第3巻目ということで、発売を予定させていただいておりますので、ぜひ合わせて、ご購入をご検討いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続々と来てますね。やっぱり日本遺産って皆さんやっぱり興味があるんですよね、きっと。これ、はい、寺さん、回答が整いました。はい、はい、はい。教科書に日本遺産が今年から取り上げられていますが、教科書には対応していますかという、はい、はい、質問ですね。はい、はい、ありがとうございます。そこね、非常に気になるところかなというふうに思います。教科書にですね、掲載されている、日本遺産はね、もちろん、全てね、掲載をしております。関連する、歴史上の人物の紹介だとかですね、地域学習、それから歴史教科書に出てくる、ワードなど、たくさん盛り込んでおりますので、小学生が学習にね、活用しやすいように、工夫をさせていただいておりますので、ぜひ、お願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってください、エンデラさん。はい、もうね、質問がすごくてですね、なかなか回答が、これ整ったみたいですね。はい、はい、日本遺産に関する本ってたくさんあると思います。他社さんと比べてどのような特徴があるのでしょうかという、結構これ鋭い質問ですね。そうですね。はい、まあね、日本遺産って先ほどね、あんまり認知が高くないみたいな話もちょっとさせていただいたかもしれないんですけど、まあ、全てね、認定遺産に、紹介をしている全てのね、その遺産について、紹介をしているというふうなことが、まず、一番、詳しくね、どこよりも詳しく案内をしているというところが、一番の、まあね、ご紹介というか、推しポイントだと思います。で、こちらの方がですね、社会科、ですね、まあ、歴史とかですね、詳しくない子どもにも分かりやすく解説をしていますので、まあ、社会科中心の学習とかですね、関連を意識した解説やコラムが入っているというふうなことが、まあ、大きな特徴なのかなというふうに思っております。また複数の日本遺産にね、共通する日本の、まあ、文化というかね、そういったコラムも掲載しておりますので、ぜひぜひご活用いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう続々と質問が来ておりましてですね、はい、ちょっと待ってくださいね。今裏のスタッフのですね、これね、皆さんのね、ご質問で、そう、もうリアルタイムで本当にごめんなさい、時間来ちゃった、ちょっとですね、時間が来ちゃったようですいません、すいません、たくさんの質問をいただいているのに申し訳ないです。なんかゆっくり喋りすぎちゃったかもしれない、すいませんでした。本当にこのね、皆様からいただいたご質問については別の形でちゃんと Q&A でお答えいたしますので、はい、本当にたくさん のご質問の方ありがとうございました。ありがとうございました。それではここからですね、またアンケートに移りたいと思います。はい、はい、お願いします。またワンクリックの方一つお願いいたします。はい、でね、実はね、小倉さんね、はい、今年度の、はい、まあ、昨年度までの、ね、登録の中に実はね、東京都が、ね、入ってなかったんですよ。あれ、寺さん東京都出身ですよね。そうなんです。だからね、本当にね、もう、まあ、最初にね、はい、これ見た時になんで東京都が入ってねえんだというふうに思ったんですけど、実はね、今年度の、登録でですね、きっちり東京都入れていただきましてですね、本当にありがとうございました。まあ、僕がありがとうっていうほどの話ではないんですが、本当にね、まあ、これで東京都の学校さんも、無事にご購入いただけるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、寺さんが喜びを語っている間に、アンケートの結果が出たようですね。はい、購入済みがですね、16%ということですね。はい、で、現在検討中というところが、33%、まだちょっとね、考え中だというふうな感じのところが、まあ、51% ということで、まあ、でもね、50% 近く、そうですね、はい、うん、
本当にね、来年度の新刊も出ますので、ぜひそちらもね、合わせてご検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。では、次の商品に移りたいと思います。次はですね、稲、米、ご飯、大百科です。このシリーズもですね、約1分30秒ほどの VTR をまず お送りさせていただきます。紹介 VTR に登場するのはですね、弊社の北信越地区担当の鈴木でございます。VTR 終了後に同様の形で皆様からのご質問にお答えしてまいりますので、どしどしご質問の方お送りくださいませ。それでは VTR スタート。こんにちは、ポプラ社営業の鈴木です。今回ご紹介するシリーズはこちら、稲、米、ご飯、大百科全6巻です。早速ですが、ここで一つ質問です。私たちが毎日のように食べているお米ですが、皆さんはどんな食べ方が好きですか？やはり王道はご飯と味噌汁でしょうか？お寿司や丼物もいいですね。私はお米の味が際立つこちら塩むすびが大好きです。さて、それではお米は一体どのようにして作られるのでしょう？はい、そうですね、お米は稲という植物の実なんですね。このシリーズでは、日本の米作りからお米の歴史まで、お米について様々な角度から知ることができるように、テーマ別に6巻に分け、体系的に分かりやすく説明しています。それぞれのページには、本文や写真、イラストを用いた解説の他に、コラムやお米の豆知識があり、お米の知識をより深められるようになっています。それではクイズ第2番です。日本の47都道府県で、お米を作っている都道府県は全部でいくつあるでしょう？はい、そうですね、47都道府県のすべてでお米を作っています。さすが日本人の主食、お米ですね。稲、米、ご飯、大百科全6巻は揃い定価本体 17,400円です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。紹介 VTR にもありましたけど、鈴木さんね、はい、お米、そうなんですよ、おにぎり、はい、本当に美味しそうなね、おにぎりで。寺さん、はい、好きななんかブランド米とかお米とかありますか？そうなんだよね、とりあえずね、今まずアンケートをね、はい、取って、それからですね、中継やってます、中継ね、はい、ね、で、とりあえずブランド米は もちろんコシヒカリ、あ、それはもうね、当たり前です。当たり前ですか？当たり前です。私はですね、はい、以前転勤で北海道にいまして、うんうん、はい、ゆめピリカ、おお、はい、美味しいですね、はい、美味しいですよね。まあね、とにかくね、炊きたて、炊きたて、炊きたてが一番ね、これはもうね、間違いないですから本当に、ね、そうですね、日本人はお米大好きですからね。そう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 、はい、ね、そんな感じで、で、とりあえずね、まず質問ね、方なんですけれども、ね、お米作り、これは載ってますかということでしたか？あ、うん、もう基本の質問ですね、はい、載ってないと困っちゃいますしね、もちろん載っております、はい、ご安心ください、はい、それ以外にもですね、稲の品種改良とか、あとお米の流通ですね、あとは最近やっぱり大きな問題になってますけど、農家の後継問題とかを含めた農家の農業の全般のそういった問題、あとはちょっとね、さっき話にも出ましたブランド米とか、そういうのも載せておりますので、うんうん、もうお米とかご飯とかのものについては全て載ってるというふうに思っていただいて大丈夫です。はいはい、どの質問来ておりますけれども、授業で活用する場合は、対象となる学年、それからカリキュラムなどを、ね、教えてくださいという質問が来ております。はい、ありがとうございます。主にですね、使っていただく学年は小学校5年生の社会科の授業になるんじゃないかなというふうに思います。5巻目にはですね、家庭科でも使ってもらえますし、あと6巻目、これお米の歴史とかそういったものも載せておりますんで、まあ、5年生6年生が中心に使っていただけるのではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあね、質問、ですが、進学習指導要領に、対応してますかという質問でございます。
はい、ありがとうございます。あの寺田さん、はいはい、引き続きちょっとお手数なんですが、はい、2巻目の28ページをちょっと見せていただけますか。はい、はい、こちらですね。はい、ありがとうございます。こちらですね、もちろんあの新学習指導要領対応しております。はい、で今画面上で出ているのはですね、生産者、流通、小売業者における最新の工夫や努力ですね。はい、こちらはですね、あの各巻にポイントごと掲載をさせていただいております。またあの他の巻ではですね、経済グローバル化をはじめとしたあの諸外国との関わりなんかもですね、あの掲載させてもらっておりますので、あの新学習指導要領にはしっかりと対応しているかと思います。はい、ありがとうございます。続いて、質問が来てます。ありがとうございます。これは、これ山形の方からなのかな。山形ですか。うん、教科書につや姫が出ていますが、つや姫のことは載っていますかという質問ですね。あ、これね、本当にあの良、うん、かったですね、うんうんうん。このご質問に。そう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 。あのもちろん載っております。大丈夫です。はい、はい、あのご質問の方にあのもうお伝えしますとですね、4巻目の18ページにつや姫載っておりますので、ぜひご検討くださいませ。はい、これ、はい、あの出さなくて大丈夫ね。あ、それはもう、はい、大丈夫、ね、ぜひ買っていただいて、ちょっとメモっていただいて、はい、あの4巻目18ページ19ページということでございますので、ぜひ、見ていただいて、いただけたらと思います。はい、続いて、質問ね、の方に移らせていただきますが、セット販売のみでしょうかと。あ、やはりそうですね、うんうん、なかなかご予算がね、厳しいところは、うんうん、ポイントポイントでお買い求めっていうことも考えてるかと思います。はい、もちろんこのセット分売可です。はい、ご希望されるテーマがあれば一冊単位でご購入いただけますので、ぜひご検討いただけたらと思います。そうですね、見本館の方にね、缶立て載ってますから ね、 そちら見ていただいて、はい、ご購入検討していただけたらと思います。はい、またまたね、ご質問の方いただいております。はい、ありがとうございます。実際に、学校でお米を作る方法についても記載はありますかと。学校さんの方でね、なんか使ってね、お米作ったりしてますよね。そうですね、学校さん行くとね、はい、こちらですね、やはり事前にしっかりとそういったご要望なんかにもお答えできるようにですね、うん、2巻目に、はい、あ、ごめんなさい、2巻で、バケツでの稲の育て方っていうのもちゃんと載せております。で、協力していただいたですね、筑波大附属の先生にちょっと編集の担当が取材をしたところですね、このバケツ稲っていうのは20年ぐらい前からもうやってたらしいんですけども。そんな前からやってましたっけね。はい、僕ごめんなさい、全然ちょっとね、子供の頃やったことが記憶がなくて。いやいやいや、それは20年前はね、もう社会人でしょうから。はい、でそうかそうか、今はですね、ただ都心部でも、あと地方でも、要は田んぼごとをなんかちょっとお借りして、その米作りをっていうような動きに今はちょっとシフトしてってるようなところもあるそうです。そうなんですね。はい、いやいや、ね、バケツ学校さんにね、巡回で行くとね、こうやって校庭にこうやって置いてあったりするね。 ありますね。はい、うんうんうん。はい、続いて、まだね、ご質問いただいてます。ありがとうございます。はい、10年前、20年前よりね、農家の問題が、変わってきたと思います。どんな問題を取り上げていますかという質問が来ていますね。はい、ありがとうございます。こちらですね、あ、ちょっと待ってくださいよ、今ね、はいはい、編集の返信がですね、あ、うん、はい、お待たせしました。ね、どんな問題。はい、はい、まず農家 の、 支出と収入ですね。はい、先ほどセットの紹介の前にも触れましたけど、今大変農業を取り巻く環境厳しいものですから、そういったものもまず取り上げてます。あとただ単に流通させるだけでは今お米って売れませんので、生産業者の方がどんな工夫をしているのかとか、そういったのも載せております。あと高齢化ですね。はい、もうこれは日本全体の問題にはなってくるんですけども、農業の高齢化の対応として IT を駆使したそういった事例なんかも紹介させてもらっております。最新のキーワードを取り込んでセットを作らせていただきました。
はい、たくさんね、ご質問いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。それではね、大変申し訳ございませんが、時間となりましたので、ここでね、質問の方を、締め切らせていただきます。それではですね、先ほど同様、アンケートの方のね、ご協力をいただきたいと思います。画面上ね、そちらの方ですね、はい、3択でありますので、ね、1つ、お選びいただきたいというふうに思います。はい、お願いいたします。はい、なんか寺さん続々となんかアンケートを。ああ、うん、いやすごいですね。嬉しいですね。これすごいね、リアルでパーッと出てくるんだね。ああ、伸びてる伸びてる。はい、伸びてますね、うん、はい、ありがとうございます。いや本当ありがたいですね。いやでもありがたいですね、寺さん、こうやって私どものセットにいろんな関心を持っていただいて、いやいや本当に本当に本当にね、ありがたい限りでね、まあ、今回のね、こういった今ご案内させていただいた3点以外にもね、本当にたくさん新刊を作らせていただいてますので、前回のね、またやね、商品だとかいうふうなことも合わせてですね、ぜひぜひ購入のね、ご検討の中に入れていただけたらなというふうに思います。あ、はい、アンケートをしまったようです ね、 ね、購入済みが、はい、14%、 検討中が 30%、 未定が 56% という結果です。はい、ね、そうですね、これも 40%、 50% 近くね、購入済み検討中でいただいてますので、本当にありがたいですね。いや嬉しいですよね、うんうんうん、はい、本当にありがとうございます。はい、はい、以上でですね、3つのセットをご紹介させていただきました。で、たくさんですね、皆さん方からご質問いただいておりまして、申し訳ございません、すべてにですね、ご回答することができませんでした。これについてはしっかりと別の形 で、ね、皆さん方からのご質問に答えてまいりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、以上をもちまして、はい、ポプラ社の商品説明会は以上です。はい、はい、で、終了と、ね、商品説明の方は終了させていただきましたが、ここでですね、ポプラ社の方から、お知らせを4点ほど、お伝えさせていただきたいというふうに思います。すべてですね、URL をチャット欄に載せますので、そちらをご確認いただければというふうに思います。はい、一つ目ですが、2021年11月に刊行予定のポプラディア第3版です。こちら冒頭弊社の大西からもご紹介ありましたが、項目募集キャンペーンを行っております。ポプラディア第3版に皆さんに考えていただいた新規項目を掲載いたします。これまで載ってなかった意外な言葉、子どもたちの興味を引き出す身近な言葉など、ぜひとも皆様のご応募をお待ちしております。はい、それでは、2つ目のですね、ご紹介ということで、2020年、ポプラ社の調べ学習応援キャンペーンについて、ご案内させていただきます。こちらの方、ね、パンフレット等はすで、にお届けかと思うんですが、対象商品21セットの中から、5万円お買い上げいただくごとに特製の、折りたたみ式コンテナキャリーをプレゼントする、このキャンペーン、本当にね、たくさんのご応募をいただいております。締め切りがですね、12月の末、今年いっぱいとなっておりますので、複数回のね、応募も可能でございますので、2回目、3回目ということで、ぜひぜひ、応募の方をお待ちしております。非常に使い勝手のいいキャリー、コンテナキャリーでございますので、ぜひぜひ、この際にですね、この商品の応募、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、3つ目はですね、全国学校図書館ポップコンテストです。昨年は700校2万5000点を超える応募があった大人気のポップコンテストですが、今年も第3回目を開催しております。応募いただいた学校様には参加賞といたしまして、木原社様特製ミルボードブックスタンド2を漏れなくプレゼントいたします。毎年ご参加校作品数ともに大きく増えていまして、今年もすでにたくさんの作品がポプラ社に届いております。
はい、それでは、最後ですね、4つ目の、ご案内になりますが、新刊ギャラリーアットウェブというサイトが、この度オープンさせていただきました。こちらではですね、ポプラ社の、図書館向けの新刊セットをまとめて、ご紹介させていただいております。それぞれの作品の書誌情報はもちろん、実際に試し読みで中身を確認したりですね、弊社社員が、手作りした新刊紹介動画なども、掲載させていただいておりますので、分かりやすい内容になっておりますので、ぜひ、皆様の、学校図書館、国境図書館を含めてですね、選書の際にお役立ていただきたいというふうに思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、あっという間にですね、時間過ぎてしまいましたけども、はい、明日の図書館マルシェですが、13時10分からポプラ社の商品説明会を行います。でこの後はですね、先ほど大西からも話ありました、14社の出版社の皆様の商品案内、企画説明を説明会チャンネルで行います。また、この、ごめんなさいね、セミナーチャンネルはですね10分間の休憩を挟みまして、筑波大学附属小学校加藤信之先生の道徳授業をお送りいたしますので、引き続きご覧ください。はい、ありがとうございます。で、一応ですね、明日、またね、ポプラ社の商品説明を、させていただく、先ほどの今小倉の方から話ありましたけれども、明日のね、新刊セット、紹介させていただく新刊セットは、調べてまとめる仕事の工夫、ビリビリチョキチョキ、大変身切り紙遊び、 SDGs の基本の3点でございます。ぜひぜひ、ご視聴ね、いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆様、ポプラ社の商品説明会のね、ご視聴本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。この後もですね、引き続き、ね、盛りだくさんでやっておりますので、引き続きのご視聴何卒よろしくお願いいたします。では突然ですが、果物産地クイーズ問題。ぶどうの生産量1位の都道府県は？はい、正解は山梨県ですが、りんごの生産量1位の都道府県は？はい、青森県ですが、では生産量2位の長野県の何倍？2倍かな。答えは約3倍でした。え、そんなに多いの？ちなみに、ぶどうとりんごのグラフを並べるとこんな感じ。うわー、グラフで見るとりんごの生産量の多さがよくわかるな。こうして見ると、りんごの生産量は1位の青森県と2位の長野県で、上位5県のうち約8割も占めているよ。長野県はぶどうとりんごの生産量どちらも2位です。長野県はフルーツ作りが盛んなんですね。このように表やグラフを見ることで新しい発見が生まれます。興味のあることなど調べたいときは、データを集めて表やグラフに表してみよう。きっと今まで気づかなかったことがわかり、問題解決へ導いてくれるよ。今回から小学6年生で学ぶことになった。これまで中学生で学んでいた代表値に関する内容も網羅。その他各巻にはデータの集計方法によって第1位に輝くものがたくさん作られてしまう話や、選挙の当確情報の話など、世の中のデータに関するなるほどコラムも掲載。この本を読めばデータにあふれた世の中を
上手に生きていけるデータの達人になれるでしょう。フライが来ました。フライ自体、これでショーです。ペディア、略してポップペディア、管理人のフロンティアです。ふーちゃんって呼んでください。私、ポップラディアが大好きなんですよ。もう大好きなんですよ。これが私の歴代のポップラディアコレクションです。全部あります。今日は皆さんにウルトラ超スーパーハイパービッグニュースをお持ちしました。あの皆さんご存知ポップラディアに待望の第3弾が出ます。ポップラディアといえば、子供用の唯一の紙媒体の百科事典ですね。百科事典っていうのは、ちっちゃな図書館みたいだなと思うんですよね。情報の隙間をこう自由にうろうろ歩いて、気になったものをこう手に取るみたいなのに返せば、ポップラディアが初めて発売されたのは2002年です。私が小学校に入学した年でした。あの頃はピチピチの1年生です。だから、このポップラディアがちょっと重く感じてしまって、一生懸命一人で運んでいたら、これもね、メス君が手伝いに来てくれたんですよ。一生懸命ね、二人で初めての共同作業ですよ。運んで、でやっとの思いで運び終わったポップラディアで、どうしても調べたかったね、へのへののヘリを引いてみたら、なかったんですよ。悲しくて悲しくて。もう私、大号泣してしまって、でもそしたら、また例のエス君が目覚めてくれたんですよ。マジでかっこよかったな、エス君。それではポップラディア第3弾がどのように進化したのか、このように6つのポイントにまとめてみました。じゃじゃん。よし、じゃあ早速いくよ。ポイントの1つ目、多くの人にとって見やすい工夫です。このように UT デジタル教科書体を採用し、すべての漢字に振り仮名がついています。おお、確かにすっごく見やすいな。ポイントの2つ目は、環境に優しい。ポップラディア第3弾は、環境にも優しく、社会のためにもなる FSC 認証を受けた紙を使う予定なんですよ。素晴らしくないですか？優しいは正義。ポイントの3つ目、解説がとっつきやすい。この1文目をちょっとご覧ください。昔は軟骨魚行、万歳夜行。今は主に海に住む魚類の仲間となっていますね。これを見れば一目瞭然。いいやさも見やさも全然違いますよね。軟骨魚行、盆栽アコウ。ポイントの4つ目、学習を広げる工夫。自分で広げる、つなげる、深める。切り開く知の世界。今回新しく増えた学習の工夫を紹介しちゃいます。
まずご紹介したいのが学習資料集リンクです。そもそも資料集が第3版では独立した巻となっています。ここに素早くアクセスできる仕組みです。紹介したいことの2つ目、クイズです。4800ページあるポプラディアですが、ほぼ全てのページにクイズついてます。答えはポプラディアを引いて自分で調べる方式なのです。子どもたちの興味を引き出す最高の仕組みですよね。これ紹介したい3つ目は QR コードです。197の国すべてのポップが聞けます。じゃあ実際に読み取ってみます。はい、来ました。聞いてみましょうね。5つ目のポイントは軽くて持ちやすい立ち読みできるポプラディアです。具体的には重さがマイナス 550g、 薄さがマイナス 5mm になりました。すごい。めっちゃ軽いな。手のようだな。すごい軽いな。わー、軽い。待ってよ。軽くなったってことは、一人でも楽々持てちゃうから、私と S 君みたいな、あの頃の甘酸っぱい青春の1ページは生まれないのね。まあ、それはさておき。最後のポイントいっちゃいましょう。最後のポイント、新たに6000項目を追加。かゆいところに手が届く。こんな風に最新用語とエンターテインメント関連用語や子どもの生活に身近な言葉が追加されております。じゃあ早速私のあの思い出のヘノヘノモヘジを弾いてみましょう。あー、うっかりしてた。まだできてないんだった。中身はまだ出来上がってないんですが、じゃん、2021年11月に発売されます。第3版にはヘノヘノモヘジが載る予定ですよ。皆さんぜひご自分の目でお確かめください。このようにポプラディアは優しくて優しい出荷時点なんです。最高。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。また今回の動画で紹介しきれなかったこともまだまだたくさんあるので、気になった方はぜひこちらの QR コードを読み取っていただくか、ポプラディア第3版で検索してみてください。それではご覧くださりありがとうございました。ポプペディアのフロンティアでした。バイバーイ。